ウィリアム・ヘンリー・トリデの戦いは、1757年の8月に、フランスとイギリスの間で行われた、フレンチ・インディアン戦争の戦闘である。ジョージ・コナンガンの、このトリデの包囲戦で、兵力の乏しいイギリスは降伏し、トリデを撤退することとなったが、その時、フランスと同盟していたインディアン兵による、イギリス軍への虐殺行為が起こった。この行為での死者は、 当初1500人ほどとも言われていたが、現代の調査では、おそらく200人にも満たないと思われる。1754年、イギリスとフランスとの間で、北アメリカの植民地をめぐって、フレンチ・インディアン戦争が勃発した。最初の数年間は、イギリスは、特にうまくいったわけでもなかった。1755年、エドワード・ブラドックによる、ブラドック遠征が、 モノンガヘラの戦いで惨憺たる結果に終わり、翌1756年、イギリス軍司令部は、何ら作戦を立てることができなかった。イギリス軍は大きく後退したが、ルイ・ジョゼフ・ドモンカルム率いるフランス軍とインディアンの同盟軍は、1756年8月のオスウィーゴ・トリデの戦いで、中屯部隊を補修し、トリデを破壊した。その一月前、 1756年の7月には、ブラドックの死後、臨時に、イギリス軍の指揮を取ったウィリアム・シャーリーに代わって、ルードゥーンが、北アメリカのイギリス軍の指揮官となった。1757年に向けて、ルードゥーンが立てた作戦は、 1756年の9月に、イギリス本国の政府に提出され、ヌーベルフランスの中心地であるケベックに、遠征隊を派遣することに焦点を当てていた。これは、純粋に、ヌーベルフランスの辺境に沿って、いかに防御すべきか、その作戦を練るもので、オールバニとモントリオールの中間にあり、争いが絶えない経路であるハドソン川とシャンプランコも、遠征路に含まれていた。 1755年のジョージ湖の戦いに続いて、フランス軍はカリヨントリデをシャンプランコの南岸に建てており、一方で、イギリス軍はジョージ湖の南岸にウィリアム・ヘンリートリデを建てており、その16マイル、26キロ南にもエドワードトリデを建てていた。この二つのトリデの間には、ジョージ湖を中心に手つかずの自然が残されており、 歴史家のヤン・スティールの著述によれば、ジョージ湖は、軍隊のためにあるような水路である。敵の砲撃など、高々かか数日おきにしか来ないルードゥーン総・ソ督トルードゥーンの作戦は、ケベックへの遠征隊到着が、突起戦を得たものであること。フランス軍が辺境への遠征隊に対して、動きが取れなくなるため、ヌーベル・フランスの要であるケベックを、セントローレンス側に沿って守らざるを得なくなることを、 前提にしていた。しかしながら、本国政府では、北アメリカとヨーロッパ、双方での7年戦争による、勢力の移り変わりが混乱をきたし、ウィリアム・ピットが、軍事の支配権を握るまでになっていた。そのため、ルードゥーンは、この遠征計画に関して、ロンドンから返事をもらえたのは、1757年の3月になってからだった。この返事が来る前に、 ルードゥーンは、ケベック遠征計画をより発展させ、13、植民地の総督たちと共に、辺境を協力して守り、民兵に、それぞれの地域を割り当てることを考えていた。1757年3月に、ウィリアム・ピットからの命令が、最終的に届き、第一の標的として、イルロアイアルの大西洋岸にある、ルイブルトリデーの遠征が求められた。 物質的な不安はなかったものの、辺境地帯で何が起こるかが大きく懸念された。セントローレンス川沿いに常駐するフランス軍は、ルイブールへの援軍は遠すぎて不可能だろうが、結果として、辺境地帯のあちこちで動き回ることは、可能と思えたからだ。ルードゥーンは、ルイブールへの遠征のために、最良の部隊を選び出し、ニューヨーク植民地の辺境地帯の指揮官として、 順庄のダニエル・ウェッブを廃した。ウェッブには2000人からなる正規兵が任されたが、その中心になるのは第35不評連隊と第60不評連隊からの兵だった。13植民地からは5000人の民兵が参加した。モンカルム将軍1756年のの勝利の後、モンカルムはウィリアム・ヘンリー・トリデでイギリスと交戦する機会を狙っていた。 このトリデはカリオントリデを攻撃する上でイギリスの拠点たりうるところだっただからだ。モンカルムは最初のうちはイギリス軍の配置もわからないままにウィリアム・ヘンリートリデに攻撃を仕掛けるのをためらっていた。その春にロンドンの諜報員からもたらされた情報にはイギリスの標的はどうやらルイブールらしいということだった。これはつまり 辺境地帯を守るイギリス軍部隊の水準は低く、ウィリアム・ヘンリー・トリデで攻撃は可能であるということを暗示していた。この発想は、英仏領軍が定期的に徴兵した兵たちからの情報や、この年1月のスノーシューの戦いを含む戦闘の脱走兵及び捕虜への尋問による情報を得て一段と現実味を帯びた。 早くも1756年の12月には、ヌーベルフランス総督のボードル・イユコー・ピエール・フランソワ、ドリゴーは、翌年夏の軍事行動に向けたインディアン兵の人選手続きに入っていた。オス・ウィーゴ・トリデの攻略で、インディアン兵によりルフされた噂のため、いくらか青ヒレがついてはいたものの、1757年6月までには、モントリオールに、 ペダノーから1000人にも及ぶ兵士を連れて行くことになり、この攻撃が成功する可能性は高まった。別に、セントローレンス川流域に住んでいた800人のインディアン兵が徴収された。当時の地図、向かって、右のヨークの上、ジョージ湖の下に、FTWM、ヘンリーの文字が見えるウィリアム・ヘンリー取りは、 1755年の秋に建設され、大雑把な四角形の砦で、隅の両方があった。この城塞は、インディアンの攻撃を撃退するためのものではあったが、大砲で攻撃を仕掛ける相手にとっては、十分とは言えない作りだった。壁の厚さは30フィートで、土の尾の上を丸太で覆ってあった。砦の中の、連平状の周囲には2階建ての木造の兵舎があった。 北西の両方に火薬庫があり、南東には病院があった。三方を干上がった堀に囲まれており、もう一つの川は湖へと下っていた。この砦に入る唯一の方法は、堀に架けられた橋を渡ることだった。砦の敷地は、中東部隊400人から500人程度でいっぱいになり、その他の部隊は、砦から750ヤード離れた。 1755年の、ジョージ湖の戦いの戦場の近くで野営をさせられていた。1756年から1757年の、冬の間、ウィリアム・ヘンリー・トリベの中屯部隊は、少佐のウィル・アイレが率いる、第44不評連隊の数百人の部隊だった。3月になって、フランス軍は、ボードル・イーユの弟のピエール・ドリゴー指揮下の1500人部隊を、 攻撃要員として送り込んだ。植民地の海兵隊と民兵とインディアン主体の兵力で、銃火器は持っていなかったが、砦を4日間包囲し、別島の建物や多くの船を壊して退却した。春になって、アイレと部隊に代わって、中佐のジョージ・モンローと第33不評部隊が駐屯した。モンローは自分の部隊の多くがいる野営に司令本部を置いた。 ラングドック部隊のヘイモントリオールに集まったインディアン兵は南のカリオントリデに送られ、そこでフランソワ・シャルル・ド・ブール・ラマクが指揮する正規部隊のベアルヌ連隊とオーリツ・ルーション連隊、そしてフランソワ・ガストン・ド・レビが率いるラサル連隊、ギュエンヌ連隊、ラングドック連隊、それからラレーヌ連隊と合流した。海兵隊もこれに加わり、民兵とインディアン兵とで、 カリイオンのフランスの勢力は8000人にも膨れ上がった。ジェームズ・モントレザーによる砦周辺の手書き図カリオントリ出では、フランスの主導権によっても、同盟者であるインディアン兵の行為を投業するのは難しかった。あるインディアンのグループが、イギリス人捕虜に2列に並んだ兵からの鞭打ち刑を、科そうとしたのは制止されたが、オタワ族のグループはまた別の捕虜の肉を儀式として、 食べているところを見つかったが、止めさせられなかった。また、フランスの爆営には、インディアンたちが、本来の割当て以上の糧食を持ち出すのを止める、力がないことに苛立ちを募らせていた。モンカルムの側近であるルイ・アントワーヌ・ド・ブーゲンビルは、こうした行為を無理に止めさせるようなことをすれば、インディアン同盟軍からは、脱走兵が出るだろうと見ていた。 7月23日のサバスベイポイントの戦いで補修された多くの兵の一部の肉がやはり儀式として食べられていた。この捕虜たちはモンカルムがインディアン兵を説得してモントリオールへ奴隷として売るために送るつもりだった。このことは来たるべき何かを暗示していた。ウェブは拠点であるエドワードトリデから指揮をしていた。4月にフランス軍がカリオントリデに 物資と兵を集めているという情報を得ていた。7月半ばに、フランスが、その活動を続けているという知らせが、フランスの捕虜と共に届いた。ジョゼフ・マリンド・ラ・モルグが、7月23日に、エドワード・トリデの近くにいた作業班を攻撃したことを、受け、ウェブは、ウィリアム・ヘンリー・トリデ、少佐のイスラエル・パットナム率いるコネチカット・レンジャーズを、連れて行き、 その中から文献隊をシャンプランコへ偵察にあった。戻ってきた文献隊はこういった湖のいくつかの島にインディアン兵が野営をしています。ウィリアム・ヘンリー・トリデから約18マイルのところです。パットナムとレンジャーズには固く口止めをさせ、ウェブはエドワード・トリデに戻った。8月2日、中佐のジョン・ヤングと200人の正規兵。 そして800人のマサチューセッツの民兵をウィリアム・ヘンリー・トリデに向かわせた。中東部隊の補強のためだった。これによって中東部隊の人数は2500人にもなったが、そのうちの数百人が健康を害しており、一部のものは天然痘にかかっていた。一方で、モンカルムとインディアンの同盟軍は南への移動を始めた。7月30日、 レビの指揮下にある先発隊がカリヨントリデを出発し、陸路上事故の西岸に沿って進軍した。というのも、全軍を移動させられるだけの船が、フランス軍にはなかったのである。モンカルムと後の兵は、翌日戦でトリデを立ち、夜にガヌースク湾ンでレビ隊と合流した。次の夜、レビは、ウィリアム・ヘンリートリデから、高々3マイルしか離れていない場所にあえんした。 モンカルムも遅れは取っていなかった。8月3日の早朝、レビと民兵たちとはエドワード砦から、ウィリアム・ヘンリー砦の間の道を封鎖し、ほんの少し前に到着したばかりのマサチューセッツの民兵と小ゼリアイになった。午前11時、モンカルムは、モンロに降伏するよう勧告したが、モンローはこれを拒絶し、エドワード取に使いを送って、現状が、実のところ、 かなり悲惨であり、援軍を頼みたい胸を届けさせた。ウェブは、レビから脅かされているような気がして、彼のおよそ1600人の兵を、数とたりとも、ウィリアム・ヘンリー・トリデにやることを拒否し、このためウェブの部隊は、フランス軍とモンローの交戦の障害的存在となった。ウェブは、8月4日、モンローに手紙を送り、極力いい条件下で交渉すべきであると書いた。 しかしこの手紙はフランス軍に奪われ、モンカルムに手渡された。イギリス軍が走行している間、モンカルムはブールラマクに包囲作戦を開始するよう命令した。フランス軍はウィリアム・ヘンリー・トリデの北西から残壕を掘り始めた、トリデ北西の両方に対抗して大砲を運び込むのが狙いだった。8月5日、フランス軍が 砦から2000ヤードの地点から砲撃を始め、この光景に大規模なインディアンの文献隊が見入っていた。翌日、砦から900フィートのところで砲撃が起こり、先の残豪からかなり離れたところで十字砲火が起こった。中東部隊の応戦は残豪からフランス兵を追い払う程度のもので、しかも砦の大砲の一部は角の使用に耐えきれず、砲座から下ろされたり、 爆発したりした。8月7日、モンカルムは、急戦機を掲げた砦に、ブーゲンビルをやって、イギリス側に届くはずだった手紙を届けさせた。その時には、砦の壁には、穴が開き、大砲の多くが使い物にならず、トン部隊は、かなりの死傷者を出していた。後日、フランスから、新たな砲撃があり、その間に残号が掘り進められて、 トリデから250ヤードの距離にまで達していた。モンロは白旗を上げ、交渉を開始した。インディアンたちの虐殺を止めに入るモンカル無降伏の条件に関して、イギリス軍とその随行者たちは、フランスの警護により、栄誉令と共に、エドワードトリデまで撤退すること、1年半の間、戦闘に加わらないことを条件として受け入れた。 イギリス軍は銃剣を持っていくことと、一台きりの形式的な大砲を持っていくことは許されたが、弾薬は禁じられた。さらに、イギリス当局は、3ヶ月以内に、フランスの捕虜を釈放しなければならなかった。モンカルムはこの条件に同意したが、インディアンの同盟軍が果たしてこれを理解し、主張たちが、兵たちを自制させられるかどうか確かめようとした。 多くの部族が集結しているインディアンの野営地では、この条件は混乱を極めた。一部の兵は、今そこにいるヨーロッパ人には理解できない言葉を喋る者も,もいた。イギリスの中東兵が、鳥から引き上げ、残豪で囲まれた兵舎へ移動した。そしてモンロは、フランスの兵舎をあてがわれた。その後、インディアンたちが鳥に入り、 中のものを略奪して、怪我や病気で動けなくなっていたイギリス兵を虐殺した。残豪で囲まれた兵舎の周辺に配置されていた。フランスの保証は、インディアンを取り出の外に出した点では、いくらか成功したものの、略奪と頭の皮を剥ぐのを止めさせるのには大きな骨折りが必要だった。モンカルムとモンロは、翌朝に捕虜を南に向けて移動させようと、 計画していたものの、インディアンたちの蛮行を目の当たりにした後のため、夜のうちに移動させることにした。イギリス軍の移動準備が完了したのに気づいた、インディアンたちの多くが、弊社の周りに一塊になり、朝まで進軍させないようにして、フランス軍の首脳を手こずらせていた。翌朝、イギリス兵たちが、エドワード取りで進軍の編隊形成もしないうちから、インディアンたちは、 彼らに攻撃を再開した。イギリス兵の大部分が防御手段を持たないにもかかわらずである。午前5時、取り出の兵舎の小屋にインディアンたちは入り込んだ。そこには負傷してフランスの軍医の手当てを受けているイギリス兵がいるはずだったが、インディアンたちは彼らを殺し、逃避を這いだ。モンローは、これは条件付き幸福に違反すると苦情を申し立てたが、彼の部隊は、 兵たちの進軍を可能にするために、この厄介な出来事に耐えなければならなかった。進軍を始めた兵たちは、あちこちから姿を現すインディアンに悩まされた。彼らは好きを伺っては、兵器や服を横取りし、その行為に抵抗する者は無理やり列から引き離した。女性や子供、使用人や奴隷もまた叱りだった。最後の列が、野営地を離れた時、 勝ち時が上がり、アベナ貴族の隊が、イギリス兵の背後から襲いかかった。モンカルムと他のフランス人士官は、それ以上の襲撃を止めようとしたが、他の兵たちはそれをしようとせず、一部の者ははっきりと、これ以上イギリス兵を保護しないと口にした。この時点で、隊列はバラバラになり、ある者たちは、インディアンの盲襲から逃れようとし、またある者は、 積極的に防御に努めた。マサチューセッツの大佐であるジョセフ・フリエは、身ぐるみのほぼすべてを剥がれ、何度も脅されたと書いている。彼は森林に逃れ、8月12日になって、やっとエドワード砦にたどり着いた。困難を伴いつつもやっと包囲から逃れたと思ったら、今度は、蛮行が我々の部隊に降りかかった。我々の後発隊は、殺され。 頭の皮を剥がれ、止まれの号令をかけざるを得なくなった。結局大混乱になったが、戦闘の方で、最後部で何かが起こっていることに気づいて、最前列の兵をもう一度進撃させた。我々が、フランスの前衛軍の兵のところにたどり着くまで、この騒ぎが続いた。騒ぎの元のインディアンたちは、士官や、兵士や、女性や子供を連れ去り、そのうちの何人かは、 その後路上で殺され、逃避を剥がれた。地と虐殺による、この見るも恐ろしい光景により、我々の士官は、フランスの将兵に警備を依頼したが、フランス軍はそれを拒否した。我が軍の士官たちは、兵を森林に連れて行き、どうにかして、逃れるように伝えざるを得なかった。ジョセフ・フリエこの時の死者、負傷者、そして補修者の推定人数には、かなりばらつきがある。 イアン・スティープルは推定人数は200人から1500人の間とまとめている。包位戦とその後との細かい部分を見ていくと最終的にはイギリス軍の行方不明者と死者は69人から184人の間となり最多の184人だとしても降伏した人数2308人の7.5%である。 再建されたウィリアム・ヘンリートリデサンジの後、午後になって、大部分のインディアンは集落へと戻った。モンカルムは、補修した500人の捕虜たちを安全に釈放できた。ものの、他にまだ200人の捕虜がいた。フランス軍は、その地に数日間泊まって、8月18日に、カリオントリデに戻る前に、イギリスが建てた、このトリデを破壊した。あまり知られていない話だが、 モンカルムは勝利をより確かなものにするためのエドワード砦での攻撃は見送った。この決断を裏付けるために様々な説が出ているが多くのインディアンが去っていったこと、食料の不足、ハドソン川への連水陸路で荷物を引かせるための馬の不足、そして民兵たちを収穫の時期に合わせて帰省させる必要があったことなどが挙げられる。フランス軍の動きが イギリス側のインディアンアッセンの有力者であるサー、ウィリアム・ジョンソンに届いたのが8月1日のことだった。ウェブとは違って、ジョンソンはかなり急いで、8月6日に1500人の民兵150人のインディアンと共にエドワードトリデに着いた。ウェブが取った手段はジョンソンを激怒させた。ウェブは、ウィリアム・ヘンリートリデへのジョンソン軍の進軍を拒否したのだ。明らかに、 フランス軍が1万1000人の勢力であること、いかなる救援が試みられ、使用可能な援軍が来ても無駄であるという、フランスの脱走兵の情報を真に受けていたのである。8月14日、モンカルムは、ルードゥーンと、ウェブに書状をしたため、インディアンたちの行為を浴びたが、しかしこの苦断の正当化にも努めた。インディアンに捕らえられ、モントリオールに送られた多くの捕虜は、やはり結局は、 ボードルイユの交渉により、捕虜交換を通じて本国に送還された。9月27日、イギリスの召喚隊がケベックを出港した、艦隊には仮釈放となった、あるいは交換された捕虜たちが乗っていた。ウィリアム・ヘンリー・トリデでの戦いやオス・イーゴ・トリデの戦いで補修された兵たちだった。艦隊がハリファクスに着くと、ウィリアム・ヘンリー・トリデで捕虜となった300人が、 植民地に戻った。艦隊は、その後ヨーロッパへと向かい、そこでもう少し多くの捕虜たちが釈放された。うち何名かは、やはり最終的には、植民地に戻った。ジェフリー・アマースとこの敗戦で、ウェブは本国へ召喚された。ウィリアム・ジョンソンは、ウェブは、私が知っている、唯一の臆病な、イギリス人と書いている。 総督のルードゥンもやはり召喚された。しかしこの召喚が、ルイブールの遠征の失敗の主たる要因となる。モンロは1757年に死去した。死因は、脳卒中と言われるが、歴史家の一部には、共に戦ったウェブの失敗への怒りが、この病気を引き起こしたのではと考える者も,もいる。総督のルードゥーンは、 幸福条件としてのフランスの捕虜の解放が遅れたことに気をもんだ。ルードゥンを引き継いで総指揮官となったジェームズ・アバークロンビーは第35不評部隊の仮釈放となったものからこの合意を無効にするように求められた。そうすれば彼らは1758年には任務に就けるからだった。アバークロンビーはこれに応じ捕虜となったイギリス兵は 1758年のルイブールの戦いでジェフリー・アマーストの下で任務に就くことができた。アマーストも1760年にはフランスの降伏で捕虜の扱いの主導権を握ることになるが、この時はルイブールとモントリオールで降伏した部隊への栄誉を拒否した。この戦いでのフランスの捕虜への条件のこだわりがその一因となっていた。 戦いから250周年を記念して行われた、再演このウィリアム・ヘンリー・トリデの跡地には、イギリスは何も再建しようとせず、200年ほど、トリデの残骸がそのままになっていた。1950年代になって、このトリデの発掘調査が始まり、最終的には、ジョージ湖を訪れる観光客の目的地として、ウィリアム・ヘンリー・トリデの再建がなされるに至った。 この当時の北米植民地を考える上で、インディアンによる略奪行為が注目される。実際、彼らに抵抗した人々は殺され、その人数は定かではないが、虐殺という表現が用いられている。後の捕虜の解放は、一般に公表されたのと同じものとは限らない。戦闘とそれに続く殺戮とは、ジェームズ・フェニモア・クーパーの1826年の小説。 モヒカン族の最後とその映画化作品とで描かれている通りである。クーパーの戦闘に関する記述は多くの不正確な部分があるが、彼の作品やベンソン・ロスイングやフランシス・パークマンといった昔の研究者により戦闘において時にゾッとするような記述は実際よりもより多くの人が死んだのだと思わせることになる。ロスイングは 1500人の人々が殺され、あるいは絶望的な捕虜の身となったというのは、殺された人数よりも補修された人数の方が多く、その捕虜の多くが結局は釈放されたということである、と書いている。歴史家、フランシス・パークマン・インディアンの責任をどこに寄するのかについては、歴史家の間でも意見が分かれる。フランシス・ジェニングスは、モンカルムは何が起きるかを予期しており、 怒ったことに対しては、意図的に無視して、悪逆武道な行為が収まって、いい方向に進み出してから足を踏み入れたと主張する。また、ブーゲンビルが8月9日の夜に、モントリオールを出て、その時点では虐殺の現場に居合わせなかったにも、かかわらず、その事件を隠蔽するような文章を書いて、モンカルムを擁護しているとも言っている。パークマンは、モンカルム擁護により熱心で、 彼と士官たちとは、蛮行を防ぐためにできることを知ったが、猛攻撃を阻止するには、力が足りなかったとしている。イアン・スティールは、この記録を支配するのは、二つの主要な考えであると、注記している。一つはモンカルムによってまとめられた記録で、幸福の条件や、ウェブやルードゥーンへの手紙などで、フランスとイギリス両国の植民地やヨーロッパに広く、受け入れられている。 もう一つは1778年にジョナサン・カーバーによって出版された書き物である。カーバーは冒険家でマサチューセッツの民兵としての従軍経験があり、この戦いにも参加していた。スティールによれば、カーバーの原文には、裏付けとなる分析も根拠もなしに、1500人にも及ぶ人々が殺され、または捕虜となったと書かれている。 1822年に出版されたイエール大学総長のティモシード・ドワイトの遺作には明らかにウィリアム・ヘンリー・トリデの虐殺という表現が作り出されておりカーバーの著作を元にしているこの2冊はおそらくはクーパーに影響を与えているそしてインディアンたちの犯罪に関してモンカルムに攻めを負わせる傾向があるスティールは虐殺の根本的な理由について より含みのある考えを取り入れている。モンカルムとフランスの指揮官たちとは、インディアンたちと何度も勝利の勲章として略奪、逃避を剥ぐこと、そして捕虜を連れ去ることを約束していたというのである。サバスデーポイントの戦いの後で、捕虜は身の白金を払って釈放され、インディアンたちは目に見える形での勲章を得られなかった。 ウィリアム・ヘンリー・トリデの降伏条件では、事実上、インディアンたちの略奪の大きな機会は否定された。食料は、フランス軍に奪われ、兵士たちの身の回りのものは、イギリス軍の支配下に置かれたままで、インディアンの取り分は何もなかった。スティールによれば、フランス軍が敵である、イギリス軍と共謀して、友人に、なんだめぼしい勲章を残さないように仕組んだと考え、 その鬱憤が積もったのだとしている。歴史家のウィリアム・ネスターによれば、この戦いの間、多くのインディアンの部族が戦闘に参加した。ある者たちは、数名の、個々の兵として参加しただけだったが、別の者たちは、フランス軍に参加するために、ミシシッピ川やハドソン湾のような遠方から来た者も、いた。ネスターが言うには、病人を殺すことや頭皮を剥ぐこと、 あるいは遺体を掘り返してまで略奪をしたり逃避を、無いだりしたために、インディアンたちが天然痘にかかり、集落に戻っていった。この天然痘による惨状は、後の、フランスの軍事行動へのインディアンの参加に影響を与えたとされる。ありがとうございます。